じゃあいきます、はい、彼氏に服装を指摘されます。彼氏はストリート系着てほしいと言い、私は綺麗めが着たいです。彼氏の好みに合わせるべきですか？どうですか？でも私一番長く付き合った彼氏が結構亜美、うん、こういうの着ないでほしいとか言ってくるタイプだったの。あ、そうなの、でもうその着ないでほしいが確かに私に実は似合ってないものだなっていうことが多くて、そう、例えばデニム履いてそのデート行ったとして、亜美、うん、そのデニムの形は亜美の良さを全部殺してるよとか言うの。言われてみれば似合わない形だわってぐらい的確な意見で、あ、だから自分の好みっていうよりかは客観的に見て、うん、そうだね、そうだ、見たアドバイスみたいな感じだった。そうそうそう、だから結構一理あるなっていうぐらい の、 あのアドバイスだったから意外と取り入れてたし、その方が自分が結果魅力的に見えてるなともその時思ってました。あ、思えるんだったらいいよね。ありがたいよね。確かにありがたい。そう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 、そういう言い方はいいよね。なんかこっちの髪型の方が似合ってるよとか、うん、今日の髪型いいじゃんみたいな、うん、あのいつものよりも今日の髪型好きかもとかって言われたら、うん、それはいいよね、うん、受け入れやすいよね、うんうんうん、なんか否定から入るより。確かに確かに、うん、どうしたらいいんだろうね。彼氏にはでもストリート系を着てほしいって言われてるんだ。うん、ああ、私は綺麗めが着たいです。結構こだわりな。私ね、合わせる必要ないと思ってて、うん、それがあなたの魅力でしょっていう感じで思うので、うん、自分の好きなものをさ着てさ、テンション上がるからそれ着るわけじゃん、うんうんうん、とかさ、好きなものがあるからさ、うんうん、だからたまにサプライズでやってあげたりするのはいいと思うんだけど、うん、根本変える必要ないかなって感じ、男の人のために、うんうん、そうね、って思っちゃうな、私は。綺麗めとストリートってだいぶ違うじゃん。ね、いや思った。そう、だからたまにさ結構、うん、そのギャップがいいんじゃないって思う。そうだね、だから綺麗め毎日着てて、ね、たまにのストリートどうですか、うんうん、みたいな、はいはい、だと彼氏も、はいはい、おーみたいななるじゃん。確かに、うんうん、でもさ、なんか染まる必要なくないですか。そうね、結構染めたい系だね、彼ね。でもこれまた染まったらさ、他のことでも染めてくるよ、確かに。確かに。え、じゃあ違いない、わかんないからちょっと一緒に買い物行ってって言って。あ、いいね、かわいい、かわいい。何が好きかわかんない、買って。確かに確かに、デートもできるし。いいね、お買い物デート、お買い物デートしよう。ファッションの幅広いやるし、うん、そう、それで試着とかして、うん、意外と似合わないかもしれないじゃん、やっぱり。確かに確かに、似合わないかもしれないし、意外と着てみたらいいって思うかもしれない。意外とストリート好きって思うかもしれない。そうかもそうかも、いけるかもみたいな。そう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 、確かに、ね、一緒に行ってもいいかも、うん、じゃあ買い物行きましょう、ね、そうしましょう、一緒に買って、うん、ね、行きます、うん、はい、風俗に定期的に行ってしまう旦那はどうすればいいでしょうか。もう心が疲れてしまって、うひょーん、ねえねえ、なんでさ知ってるのかな、言ってるのかな、知ってはないじゃん、なんかポイントカードとかさ。でも何か聞くよね、なんか報告してくれてたら行ってもいいっていう方もいらっしゃるじゃない、うん、いやー、うん、嫌だけど、うん、でもさ、まあね、あちらはさ、まあね、プロフェッショナルなわけじゃないですか、うん、まあお仕事ですから ね、 ね、 でもね、でもなんで知ってんのかなと思って、まあ浮気とかもそうだと思うんだけどさ、そうだね、知っちゃうからちょっと疲れちゃうしさ、辛いわけじゃん、知らせないでくれっていうね、徹底的に墓場まで持ってけよって、ね、間違いないね、ほんとそう、でも知っちゃってるからこの質問者、いや、ほんとだよね、なんなん、まずは私は嫌だと思っているってことを伝えて、うんうん、そうそうそう、そこからだよね、だからどうしようね、もうそういう人かって割り切るか、さよならするかしかないな、だ、ね、私だったら本当そうだよね、うんうん、だってさ、辛くない、定期的に行ってるんだって思って一緒に私は入れないからさ、そうだね、うん、そうだね、やめてくれないんだったらこちらが離れるしかないってなっちゃうもんな、なっちゃうもんな。はい、うーん、これはね、難しい問題ですね、難しい問題ね、よく難しい問題ね、本当に出すよね、私も来るのがディープだもん。いや、そうなんですよ、うん、じゃあ最後に、うん、最後の質問です、うん、付き合っての一言って必須ですか。これね、いろんな人いると思うんですよ ね、 ね、確かに、これ、ね、国によっても違うから、あ、確かに、ね、確かに、うちダーウィンがアメリカ人だから、うん、あ、そっか、そう、あ、結論うちらは付き合っての一言があって付き合ってるし、うん、私は会った方が分かりやすいなって思うから好きだけど、ダーウィンアメリカ人で、うん、アメリカだとあんまり付き合って、はい、じゃあ付き合いましょうっていうのってあんまなかったりとかするから、うん、そうだよね、そう、確かに、確かに、そうそう、デーティング期間があるとか言うもんね、そう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 、でも私は会った方が、うん、関係がはっきりしていいなって思うけど、わ、うん、かる、私もあった方がいいなから、うん、確認を早めにいずれにしても絶対したいなって感じ、うん、これは付き合って
ってますかという。これ必須ですかって聞いてるっていうことはさ、いようか迷ってるのかな。ねえ、もう何かが始まってるのかな。でもさ、大人になるとやっぱそこって結構曖昧だったりもするじゃん、うん、でそういう人も多分めちゃくちゃ多いじゃん、うん、だから言ってくれたら嬉しいと思います。女性はめちゃくちゃそうね、わかりやすい方がいいよね、うん、ねえ、うんうん、だしもう言わないんだったらこっちから言っちゃう。そうだね言いたいもうなので言いたい、付き合ってって、うんうん、呼び出しちゃう、呼び出し紅茶裏にもう紅茶裏に公園に呼び出しちゃう。恥ずかしい、付き合ってくださいって。恥ずかしい、なんかそこからの方が楽しそう。ドキドキってね。どんなシチュエーションって言われたいですか。突然はそう、そう思います。え、でもやっぱり言われたいっていうのは、うん、あの満場一致じゃん、うん、そうだね、うんうん、いや私はもうほんと超ピュアピュアやしたい。ピュアピュアしたい、ピュアピュアしたい。もう庭園とかでお散歩出たねー。私どっちのどっちのチャンネルでしょ。アミシ、アミシの方か。庭園って言ってるんですよ、いつも。もう本当にお散歩とかもなんか、お散歩いいね。そう、なんか何気ない時とかに、いやなんか俺好きかも。なんかさ、昔は結構しっかり計画された付き合ってくださいに憧れてた時期もあったんだけど、うん、年を重ねるにつれてすごくナチュラルな方がロマンチックかもって思ったかも。ナチュラルってさ、どれぐらいのナチュラルさ。あ、まあ確かにそれにも言いますけど、寝巻きで寝相とかしないから歯ブラシとかやるのが俺たち好きはそれは嫌だ。そう、大丈夫みたいな。それは確かにね。で2人で映画見てる時とか、うん、寝る前とかにちょっと改めてみたいな雰囲気でとか私は結構いいかなって思う。わかる、好き、うんうん、車に2人で乗っててとか、うん、あーいいね、あーいいね、夜景のいいところとかに泊まってなんとなくちょっと言われるとか、なんかレストランとかでさ豪華なさ食事用意して、うん、付き合ってくださいみたいな、あ、じゃなくて、あ、そう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 、うんうん、しかもそれってさ、もう断りにくいしで、なんかもう確かに確かに、でもなんかそういう大掛かりな告白を憧れてた時期ってない、うん、私若い時とかすごいなんかそういうのに憧れてたけど、うん、今はナチュラル自然派オーガニックな、うん、分かる分かる分かる、がすごく素敵だなって思う、うん、人の話とか聞いても素敵だなって分かる、うん、思うようになった年かな。分かる、うん、ね、え、プロポーズとかもそうかも私。ああ、どうだったっけ。家で、あーいいね、いいじゃん。サプライズだったんだけど、あーいいじゃん。いや、よかった。私本当になんか形式ばったやつとかあんま好きじゃなくて、うんうん、あ、そうなの、なんかもう、うん、コウさんのことだから、それこそなんかすごい、す、もう、もう、もうすんごい、わかるわかる、もうなんかバラバラだけみたいな、ヌーとか従えて何ヌーどうねえねえ、どうなんかゾウとかだったらまだわかんないけど、ヌーコアなところ行ったお家でナチュラル、まあ、それも嬉しいんだけどね、うんうん、やってくれることはすごい嬉しいんだけど、うん、でもなんかポッっていう幸せ、うん、いいね、うんうん、うちはね、なんか家とかでさ、うん、なんか二人っきりだね、そう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 、なんかそう、ね、外の目がない、そうなんか、うん、じゃんみたいな感じがすごいフラッシュモブそうそうそうフラッシュモブって結構ね、え、でも私あれは憧れる。あーそう、フラッシュモブ憧れない。プロポーズでフラッシュモブわかるよ、告白でフラッシュモブやる。一か八かかな。確かに。あの、賛否両論じゃん、正直あれって。確かに。私も嬉しいけど、でも戸惑いはすると思う。間違いない。確かに。いきなりね、踊り出してね、みんな。そうそうそう、みんな。一回やりたいけどなぁ。おもろそう。え、どうだったの、そういえば。あ、うん、でもそれで言うと、こんなこと言っといたらね、あの時はめちゃくちゃ派手で。うちらはスカイダイビングをしながら、ごめん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 、え、飛びながら、マジ、これマジ、あ、さすがに飛びながらじゃないんだけど、飛びながらじゃない、スカイダイビングをグアムでしたの、うん、で彼が地上で待ってて、私が降りてったらパッカーの、あ、それはいいじゃん、マジだよね、すごいでしょ、すごい、最高よ、めっちゃいい、サプライズ、彼が先に降りて下で待っててくれてて、でその後私が降りたらめっちゃいい、超テンション上がってる時じゃん、
わー楽しかったみたいな。そうだからでもびっくりなのがスカイダイビングってもうよだれベロベロになるのこんなないならさ、本当ところでなんかうっすら音楽が流れてて、で彼が降り立ったそのスカイダイビングの服装で待ってたから降り立った時は分かんなかったの、うんうんうん、でもそのままスーって来て、えすごい、めっちゃいい、えすごい泣きそうだった今、すごい想像しちゃった、うん、そのアイディアすごくない、すごい、てかもう掃除でダーウィン素晴らしいでしょ、すごいよね、そうなのになんかナチュラルなプロポーズよ、あれ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 なの、最高のプロポーズだった、確かに私にとって、当時の私にとっても最高のプロポーズだった、そうそうそう、素晴らしい、えあるなんか憧れとか、でもなんだろう、海辺とか、あシンプルに海辺とか、でもなんかそんなに派手派手じゃなくてもいいかも、でもねプロポーズされる時にズタボロな格好してたくないから、ちょっと予感させてほしい、あ写真とか撮るしね、あそう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 、確かにそれはあるかも、そうだな、スピンは嫌だよ、スピンやだ、スピンやだ、スピンはあってないから、そう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 、あ分かる、メイクしてない、それはそうだ、ちょっと小切れな格好もしてないよね、そうそうそう、再生ラインそれって感じ、あそれはそうだわ、そんな感じですね、確かにいいですね、ということで結構ディープな質問を答えさせていただいたんですけれども、あのね、アミシンの方でも質問答えてるので、ぜひ見てください、私のチャンネルはみんなでチートデーして食べております、はい、その時さ、うちら結構運動系のそうやってるのでみんなね、その時の、ね、きっかけみたいなのも喋ってます、ね、はい、はい、ぜひ見てください、見てください、そしたらチャンネル登録といいね、またコメントもお願いします、お願いします、ありがとうございました。